はい、ウエストのオリカワです。はい、はい、今回のテーマは、はい、ネットで稼ぐ。稼ぐネットで稼ぐ方法。稼ぐ方法がネットに強いからです。ということで。だからそれはまあ、それぞれね、まあ4人。ネットで稼ぐ。ネットで稼ぐ。語りいただきたいなと。ネットで稼ぐはそりゃ、ヨフさんって言ったらあれやね。ネットでね。ネットで何と言わんけど。ギャンブルですよ。ネットでギャンブル。ネットでギャンブル。まあでもギャンブルもね、結局稼ぐにはね、つながるけね。だからネットで、あれですよね、最近コロナですから、ボートとか競輪とか、うん、ああいうののやつをネットで買えるっていう。そうそう。買いに行かない。ネット稼ぐ。それもネットです。まあまあね、まあ、負けることもあるけど、ね、まあ負けることもあるから、マイナスもあるけど、プラスにもなるから、一応稼ぐには稼ぐね。まあ、確かに。うんうん、まあそれこそ YouTuber をね、ネットで稼いでるってことだね。まあ私はね、アフリエイトみたいなもんだからね。アフリエイト。アドセンスって、アドセンス効果。アドセンス。うん、そう。まあね。まあ実際、コウさんもね、後で説明しますけど、YouTuber されてるってことで、やっぱそういうのも稼ぎたいから始めたっていうのがでかいですか？まあそれはありますし、なんか、自分の考えとかを世の中に発信して、なんか必要とされるとか共感してもらうとかっていうそういうなんですよ広がりもすごくなんか得たりっていうかはいはいはい、はい、すごい隣じゃないですか見えるで後半的にはその稼ぐ方法っていうのはなんかもう思いつく限りありますか？ああまあ例えば僕が今やってるのであればそのなんですか業務委託サイトとかっていうのがあって業務委託サイト業務委託サイト業務はちょっと微妙なネットで稼ぐって言ったら、うん、まあ有名なのはプログラミングとかデザインとかあるじゃないですか、うん、それとなんか同じ部類でそのなんかマーケティングっていうのもあるんですよウェブマーケティングっていう部類もあってでそのウェブマーケティングの、まあ、案件をその業務委託サイトで紹介してもらえるんですよマーケティングっていうとどういう内容なんですか？まあネット上でその売れる仕組みを作る、商品を売れる仕組みを作るっていうお仕事ですね。それまだ難しいね。すごいですね。すごいね。この3人多分分かんないですけど。あまりもう、うん。なんですかね。あれですか、アドバイザー的な感じですかね。なんかそんな感じですかね。コンサルティング的な感じですね。あですね。こうした方がいいですよとか。でもそれって、その人の実力が分からんと依頼してこないじゃないですか。もちろんそこはあります。ですよね。はい。なので実績ありますから、うん、実績は頑張って作りましたよでそれをどうやってこう教えるんですかどういう感じでなんかイメージが分かるのマーケティングじゃあどうやってこうそれを教えるのああなるほどそうですね、まあ、ウェブマーケティングの中に、まあ、広告運用と SEO 対策と、まあ、SNS 運用とかいろいろあるんですけど、うん、僕はその中の、まあ、SEO 対策っていうのは SEO か、まあ、Google の検索順位を上げるコンサルみたいな感じですね、はいはいはい、なるほどキーワードねキーワードとかあってあなので結構俺も結構そういうの得意かもしれないおあらそうなの挑戦してみてください、やってる得意ですよ結構 SEO 好きやおおマジかおハマったら楽しいっすねハマったら、うん、で自分のさなんかなんていうまあ動画もそうやけどキーワードでいかに上位に上げて数字取れるかっていう感じ。そうなんです、ね。まあそれは YouTube と同じように言ってる。そうなんです、ね。いかにキーワードをいかに出てサムネイルを何かするか。それと同じと思う。なるほど。うん、で、まあその企業のホームページを見て、うん、なんか検索順位が伸び悩んでる原因を例えばまあアクセス解析とかで発見して、ここはこう改善した方がいいですよっていう提案書を作成してとかっていう感じですかね。うん、あ、たまにね。俺電話かかってくる俺結局俺もその仕事事業をしてるからそれで SEO でなんかこうこうやったら順位上がりますよっつって、はいはいうん、やっぱ月いくらでやりませんかみたいなあなんか営業に営業で電話がある大体だって営業営業でやりませんかっつって、まあ、大体断るけど電話営業する SEO 会社は悪質なんで、あそうなんですか。もう耳貸さない方がいいですね。うん、結構ある、うんうん。そんな感じですか、ね。すごいですね。私とかもネットで稼げるようになりたいですけど、やっぱねえ、いかんせんアナログ世代なもんで、やっぱりネットで稼ぐっていう感じがよくわからないですけど。まあ、
分からない人は分からないかもしれない。今までの人生でインターネットを介して口座にお金が入ったこと一回はないですからね。あ、マジですか。ないですよ。ポイントサイトとか。ポイントサイト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 もそうなるの。ポイントサイトもそうだね。あ、でもそれは違うかな。あの、ポイントサイトはそのパターンもあるけど、なんだっけ、券。クーポン券じゃなくて、金券みたいな。金券っていうか、クオカードとか。まあ、あのパターンもあるね。ああ、うん、俺昔やってたよ。やってた。ポイントサイトやりまくってクオカードをめちゃくちゃゲットした。500円で、うん。まあそれも10年前ぐらい。そうですね。あんま詳しくないですけど、うん、古くはあれですかね、あの、FX他もそうなんですか。まあ近いです。まあまあ近いけど、あれはどっちかというとギャンブルに近い方ですか。そうですね。FX とかバイナリーオプションとかはどちらかというと投機だからっていう。だからなんだっけ、ハイリターンだよね。あ、そうですね。でしょうね。はい、だから結局大きく稼げるより稼げるけど、損するときは大きく損するから。そんな感じです。なんでだから今でいう仮想通貨とかも似たような感じ。そうそう、似てます、ね、それは投機投資だから結構ね、うん、ギャンブル、まあ、うん、ギャンブルみたいなもんね、まあ、予測できないんだよね、うんうん、友達が手出したんですからね、仮想通貨に誰とは言わない、まあ、でも誰しも一度はやめる、うん、一度は挑戦するべきと思うけどね、うんうん、それでやっぱり分かればいいんじゃない、ね。そうなんですよ。ここだけの話、私も将来的にはネットで稼ぎたいと思ってるんですよ。応援してます。やっぱどういうのから入ったらいいですか。ああ、そうですね。まあ、自分の好きなことをまず発見して、それを発信する。まあ、ないですかね。ねえ、そうですよ。Facebook とか Twitter ね、なんかいろいろ投稿してますけど、お金になんないですからね、今。Twitter はなんかあるみたいだね。あ、そうなの。Twitter はなんか投げ銭機能がなんか。つくみたいだよ。あ、これからですか。そうです。いいっすね。なんかだからフォロワーが多いほど有利っていうかね。ああ、増やさんと。そうそうそう。なんかあるみたいね。いやでもまだ日本まだ普及してないから。今あっちのアメリカというかアメリカがあっちの方から始めてそこからまたなるんじゃないかなっていう。一応そういうなんかあるみたいですよ。おって言われたか聞いた。ありましたけど、古くはあれですよね、ブログですよね。ブログですね。ブログがあったのがありましたからね。ブログはね、まあ、難しいっすね、あれね。難しいっすよ、ブログが。難しいっすか。うん。難しいんですか。あ、難しいっす。あ、いや、あれなんですよね、ブログも結局、いろいろサーバーがあるじゃないですか。うん、サーバー、どっから始めるかなんですよね。無料のブログやってダメなんですよ。そうなんですよ。それを、なんだっけ、一から作る、なんだっけ、独自ドメインから作る。独自ドメインもあるけど、うん、ワードプレスか。あ、ワードプレス。ワードプレスで作ったら、自由が利くから、うん、もう、なんだっけ、やりたい放題できるっていうか。やりたい放題です。でも結局、アメブロとか、俺アメブロやってるけど、うん、アメブロとかブログとかだったら、自由が利かないし、うんうん、ほとんどの収益っていうか、結局、広告は結局、アメリカ側に取られるから、あ、そうなんだ。うん、そうそう。だから、あまり意味ないっていうか。うんうん、自由が利かないってのはどういうこと？投稿ができない。投稿は自由でできないけど、広告の設定ができない。うん。ああ。うん。だからさっき言ったやつは広告の設定が自由にできる。できるし、もう、なんだっけ、もう、それこそエロとか、グロとかも何でも OK って、うん。逆にそういう今のそのアメーバとかだったら、そういうのはできない。できない。それやったせいで消されるっていう。うんでも結局そういうアクセスとか伸びやすいのはそのエロとかグロとか、うん、あっち系が一番伸びる。ああ、うん、だからあれですか、うん、私 もうほぼ毎日見てるんですけど、いわゆる2チャンネルとかのまとめサイトってあるじゃないですか。はい。ああいうのもそれに当たるんですか。あれもあれは多分アドセンスですね。アドセンスで稼いで感じです。アドセンス2チャンネルのコンテンツをまとめたら、そのアクセスがね、まあ、たくさん来たりして、はい、で、そういう人ってリピート率がすごく高いんで、何回も何回もサイトに訪れてくれるんで、結構収益率も高いっていう、まあ、ビジネスモデルみたいな。うん、だあの手のやつはもうアクセス数が半端ないからね。半端ないです。莫大よ。だから、
アドセンス広告でもね、すごい金額になる、うん、そうですね、うん、そうですね、だからそれだけでもうずっと食ってる人もいるわけですからね、います、ね、うん、まあ、いるけど、でも水物じゃないの、あの辺も結局は、あ、まあ、その時はいいけど結局ダメになった時は結局ガクッと落ちるから、そうですね、やっぱライバルも多いから、多いね、あの手のやつは、だからそれを維持するのは難しい、難しい、そうですね、やっぱネットのあれ全体に言えることですけど、やっぱそういうところがあるから、やっぱネットのなんかそういう時流を見極めるみたいな、うん、大事じゃないですか、大事です、まあ、そうだね、最近笑っちゃったんですけど、YouTube 見とったら、2チャンネルの管理人のひろゆきの顔がいっぱい出てきて、うん、はい、要は最近流行ってるらしいんですよ、あの切り抜きでしょ、ああ、ひろゆきの切り抜きってのをいろんな YouTuber の人がやっててそればっかりずっと流れてきて、ああ、要は何でかって言ったら本人がもうそれやっていいよと、でそれで儲けた分ちょっとだけちょうだいみたいな、うん、そういうスタンスらしいんで、うん、なんでもこそって儲けたいみたいな人が切り抜いてバンバンペタリやめたりやって、あ、うん、やっぱそれはそれで初めて、ね、分からない、あの仕組みはよく分からない、結局ではあれやってる人はもう それのひろゆきからの収益を得てるってこと、ひろゆきがひろゆきさんに還元してるわけじゃないんだ、僕なんか半分ぐらいをなんか渡す契約で、あ、そうなんだ、そのあ、そうか、まあ、私の素材を使っていいですよっていう、あ、そういう半分感じ、うん、でそれで宣伝も兼ねたみたいなね、そうですね、宣伝も兼ねた、なるほど、はいはいはい、なので ああいう切り抜き動画見てたらもう関連動画全部ひろゆきさんだらけになって、でみんなそれクリックするから、ああそうか、儲かるよねみたいな、なるほどね、そういう仕組みを作ってるんですね、一回クリックしたらそればっかりできます、うまいですね、うまいですね、黄色いパーカー着たひろゆきばっかりで、僕もひろゆきさんみたいな感じで YouTuber で成功したいなって考えてます、ああ悩み相談みたいな、でもあの人は実際すごいからね、まあまあそうですね、2チャンネルニコニコがね、まあ差がすごくある、差がそうなんですね、もう難しいですよ、今からですよ、もう今月から始めたんで YouTube、 今月からですよ、じゃあちょっとじゃあそろそろちょっとしてみましょう、はい、はい、ということで、まとめを要さんお願いします、大人喋ってないけどね、まとめて、まとめ、あ、言っていいですね、うん、ネットビジネス、まあ、うまくやれば稼げるけど、それは何も言ってねえ。まあ、気になるんですかね、本当は、ギャンブルですね、ギャンブルじゃないと、ギャンブルじゃないと思うよ、俺は、うん、だって、それやってからマイナスになることないと思うね、うん、あ、うん、そうか、それ系は。それ系はないんだよね、うん、そうそう。ちょっと面倒くさいなっていう感じで、うん、まあでもね、一度は挑戦するのもありかなと思う、ね、ありますね、うんうん、それで向いてない向いてるはもう自分次第だから、うん、っていう感じですね、何ですか、まあ、自分が好きなことをね極めていけんじゃないかと思う、うん、はい、っていう感じです、はい、今度一緒に挑戦してみようか、ネットで稼ぐぞ、稼ぐぞ